how your mind is with Japan, but Japan doesn't matter if Korea, so I doubt it. My favorite part is ここ日本ゆうてな。さあ、今日をやるのは前の前の動画に引き続き、リップ断捨離に引き続き、サングラス断捨離です。サングラス断捨離っていうか、サングラス紹介かな、やっていきたいと思います。うしちゃん。まず、サングラスナンバー1。これは茶色です。茶色でなんかちょっとなんて言うんだろう、別光っていうか。これはアメリカで買ったかな？すっごい安い。本当はこれの黒もあって、そっちの方が気に入ってたけどなくした。もう最悪。もうあんまり私なくし物しないのに、どっか行った。それだけは本当に悔やんでるんですけど、これ。もうまあ気に入ってて結構つけてます。サングラスナンバー2。シャキーン。これはエモダ。エモダのサングラスです。ここがすっごい細い。全部細い。無駄がない。すごい無駄のない黒いサングラスです。サングラスナンバー3。これもエモダです。ちょっとレンズがちっちゃめ。で、こうフレームとかが、フレームだけか。フレームが別光。あ、あとここも別光っていうのかな？になってます。ここにね。サングラスナンバー4。グッチ。これ相当昔から持ってんなぁ。マジでかけてない。何年もかけてない。これ似合ってる？ちょっといかついんだよな。かけるかな？これマジで何年もかけてないから、かけないかもな。これ一番捨てる候補かも。これ捨てる候補。これも捨てるかもな。マジでかけてない。ちょっとね、レンズがちっちゃくてね、視界にフレームが入るのあんま好きじゃないんだよな。これも捨てるかも。サングラスナンバー5。じゃーん。これかわいい。これは多分、サンフランシスコ行った時にアンソロポロジーで買ったかな。かわいい。これすごい大きくて、全部がプラスチックだからすっごい軽い。ちょっと緑みたいな色です。これは夏。結構かけてるから好き。サングラスナンバー6。これはブルー。よくみんな持ってるんじゃないかな。流行りですね。これはね、渋谷のどっか、その辺の薬局みたいな安いところで買った。2000円ぐらい。本当に安い。去年買ったばっかりか、まだ使うかな。サングラスナンバー7。じゃーん。これ横もなんかカバーついてて、結構頑丈でね、重いの。ちょっと鼻が疲れるぐらい重たいかな。でも、結構しっかり暗くなるから好きで、これはもうまたなんかサングラスっぽいで買ったかな。でもすごい安かった記憶がある。ケイト・アシュベリーら辺のサングラス屋さんで買いました。サングラスナンバー8。じゃーん。これもヘッドアシュベリー買いました。なんかここら辺に飾りがついてて、あ、これ可愛い、絶対買おうと思って買ったらお姉ちゃんが、うっちゃんほんまにそれつけんの？それほんまにいる？って言われたけど、結構気に入ってかけてます、これ。夏はね、これ私大好きでね、結構かけてるよ。飾りがついてる。サングラスナンバー9。これは友達がくれたサングラス。これはね、多分いいやつ。形がなんかかっこよくて、かけててもいい感じって感じする。縁がゴールで、これいいサングラスっていうのをかけててわかる。これはいいやつ。どこのかわかんない。サングラスナンバー10。超ベーシックサングラス。これはお姉ちゃんが送ってくれました。お姉ちゃんが送ってくれたということは、おそらくアンソロポロジーでしょう。うちの姉ちゃんはアンソロポロジーかアーバンアウトフィッターズでしか服を買いませんので、基本的に。多分アンソロポロジーでしょう。でもね、すごい、かけやすい。どんな服装にも合うサングラス。サングラスナンバー11。これはね、湯婆婆になんか言われた時に、服装を作る時に使うやつですね。こういう、こういう。これは、ロサンゼルスで買いました。ピローンってな、ここが動くの。これね、かわいいと思って買ったんだけど、わかる？これさ、センターがちょっとずれてるの。あーっての位置、ほら、変でしょ？わかる？だから、位置が変だから、なんか位置変じゃないと思って、結局これはほんとかけてない。デザインは好きなんだけど、かけてないね。これかけてないわ。もう捨てようかな。候補だな。ここまでが私のサングラスたち。で、こっから3つは、伊達メガネです。伊達メガネナンバー1、黒縁。去年、急に黒縁ブームが来て、私の中で。黒縁メガネをかけたいと思って、さっきのこれと一緒、ちょっと渋谷のなんか薬局みたいなところで安くで買った。1000円とか2000円とかだと思う。これはこの辺が全部金色、ゴールドバージョンで、伊達メガネナンバー2。これも全く同じお店で買った。これは、ここら辺も全部が黒バージョン。
可愛いよね黒縁。なんか去年急に来たんだよな。私的に黒縁メガネかけたいみたいな。ダタメガネナンバー3。これはいいやつですよ。たくさんたくさんメガネの。これは1万5000とかもうちょっとかな、したかな。なんでこんないいのを買ったかというと、3年前くらい、4年前とかかな、からこういうなんか丸メガネキャラ、丸メガネ役が続いたの、私お仕事で。で最初は丸キューとかで1000円ぐらいのを買ってたんだけど、すっごい私丸の扱いが雑だから、カバンの中とかボンボンそのまま入れちゃうからもうすぐ壊れちゃって、でもう丸キューで3つぐらい買い直したのかな。でだんだんイライラしてきて、自分が壊してるんだけどイライラしてきて、どうすれば私はメガネを壊さなくなるのかって考えた時に、高いものを買えば壊したくないっていう思いが芽生えるんじゃないかと思って、仕事用で買いました。本当に一回も壊してない。ちゃんとこのケースに入れて持ち歩いてます。でもある時からなんか急にかけなくなった。もう1年以上2年ぐらいこれ使ってないんじゃないかなって感じでした。この3つはだから捨てようかな。サングラスってさ、いっぱいあっても仕方ないのよね。結局私大体偏ってくるから、もうこれかけ出したらこればっかり、これかけ出したらこればっかりとかなりがちだから、うん、捨てよう。この3つは捨てます。さようなら、ありがとうママで。武器とかメルカリで売ろうかな。ケース多分どっか行っちゃったんだよな。あるかな、ちょっと見てみます。こんな感じで私のメガネたちに紹介でした。去年これすごい気に入ってた。一時のジョニーデップみたいな、なんで去年って感じだけど、なんか私は去年すごいかけてた。遅いけど、遅いのか分かんない。みんなも縦メガネとかサングラス整理してみてください。 3, 2, 1, drop it. チャンネル登録よろしくね。 Thank you.